あの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。にっけ、うんせい、立て直すわよ。危ない、ジョンボーター。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。うわ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。
なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。それにサニー、俺も一緒に行くぜ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らの、この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところ、この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、みんなどこ行っ、ここは岩が崩れちまって、あいつらも島の奥には行ってねえはず。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえ。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ。いや、待てルフィ。おい、ナミスワン。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。
この辺りには流れ着いていないよ。みんな全身バラバラに。雷雲がない空から落雷、考えられない現象。でも今はみんなを探すことが。この辺かすかに波の匂いが。本当かチョッパ。波の匂いはこの洞窟に続く。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くか。よし行くぞ。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。さーてと。スーパーな兵器で一掃してやる。マナーがなってねえの。もうこれ以上言葉は。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。
まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。もっと強い。俺あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出て…いや、腹減った。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道…待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップ。うちのクルーに何してくれてんだ。俺が必ず助ける。止めてぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。ジャンブフランバージュシャット。死なせない。俺が必ず助ける。
ぞ。アームポイント確定。ロゼを導いて。ゴアがあった。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ。あのと、いや怖いよ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いやー、あたしを食べても美味しくないわよ。よっ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、待っとけ、サル。あら、こっちにもハサミ打ちか。ジョどかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。邪魔するなら容赦しないわよ。ドスフルール。グラップ。俺が相手だ。フルパワーで行くぞ。フランキーキャノン。セカンド。
私たちを狙うなんて、うん、ちょっと痛いよ。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのピストル。よし、やるか。待ってろ、ムートンシャット。俺に任せてけ。これでどう。これこの力があれば大事なもんだって守れる。俺は勇敢なる海、海の一流。悪くないわ。俺の体をスーパー。ナミさん、ゾロ、ゾロ。おお、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。サンダーボルト、センサー。やっと俺の出番か。ジャンブ、プルミエールアッシュ。俺が、ゴムゴムの
ジェットウィング。その程度だ。きっちり型をつけるとするか。そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。しちまうぞ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。めちゃめちゃ効いたぞ。こいつ強えな。ゴムゴムのありがとう。助かったわ。ナミさん。よし、ナミもゾロも見つかっ。今なら納得のいく蹴り。ようやく。やナミさーん。無事でよかった。向かっ。ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。ほらこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ。フードバースター。